ち込めるタイプのベビーカー。ロガちゃんとシンくんどこ行ったの？あ、大きいし。ちょっとね、荷物検査抜けるだけでもちょっと大変でした。ジュノちゃん頑張ったね。ジュノちゃん超利口さんだったちょっとね、足がこんなになってるけど超利口さんだった、よかった。はーい、こんな感じ。機内に持ち込むのはこれとこれとこのベビーカー。ロガちゃんとシンくんはあっちです。No. Don't need. This time. はい、おなじみのデューティーフリー。トカちゃんとシンくん頑張ったね。お顔チェックされた？大丈夫？通ったね。シンくんも大丈夫だったね。チュンノちゃんがちょっと態度でかくなってる。でかくなってる。はい、行きますよ。トカちゃんがす？シンくんちょっと今日ね、お顔が腫れちゃってんだな。シンくん骸骨じゃん骸骨スケルトンじゃん。スケルトンだね。お目目ないじゃん。お医者さん先生サンタクロース好きだね。え、はい、バイシコー。進んで、バイシコーだね。あ、ゆっくりゆっくり。うん？でもいい？何？引くの？引くの？うん、引かないで。さっきね、狼さんいたの見た？うん。いいよ。あ、マヌカハニ。今回ちょっと買わなかったマヌカハニ。はい。だいたいいつもこれ買っていくんだけど。マヌカハニ。あ、これ今飛行機に持っていく。神社を持っていくんだよな。うん？今ね、ママも入ってる。日本のね、お土産屋さんもあるんだよね。シンくん前見て歩いてちょうだい。何、どういうの？車？うん。乗れるの？ジュノちゃん斜めになっちゃうね。しょってる掃除機。エルサとアナいるんだ。そうそう、ママのこれね。見えるかな？これね、パパがね、買ってくれた。つけたい。つけたい。あのほら、キウイのさ、とこさ、スタンドヒアだって。あそこに立ってみて。その階に立ってみて。はい、はい、チーズ。イエイ。かわいい、かわいい。そんな時、ジュンノちゃんは？ジュンノちゃん。ジュンノちゃん。やっぱり足がこんな風になるね。さすがニュージーランド。ファッションショースタート。ファッションショースタート。はい、ポージングして。これね、ニュージーランドでジャンダルって言うんだよ。うん。このサンダルのことをね、多分だけど、日本のあの下駄とかから来てるのかな。はい、座ってこっち見て。これちょっと今日朝あれ程度クリーム塗ったんだけど、飛行機でさらに荒れないか心配。はい、パパが写真じゃないけどね。はい、今からどこに行くの？今からはね、飛行機に乗ってどこに行くんだっけ？日本に行きますよ。あとあそこ、はい、空港なんかね。パパジュノちゃんはお利口さんでした。ちょっとね、さっき空港着いて一回授乳しました。かくれんぼしないよ。かくれんぼしないよ。だめ、見つからなかったらどうする？とかじゃ見つからなくなっちゃったらどうする？はい。うん、アイシャスコ
本当にさ雪山にいるみたいなんだけど、お店の中にこれがあるなんて面白いね。かわいい石鹸、あ、またあれ石鹸、え、かわいい。これ何、これこれは布ですよ。布、あ、布なんだ。メイドインケリ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 っていう場所で作ったニュージーランドのラベンダーとハニー、ラベンダーとハニーと、かわいいな、パッケージがかわいいね。これは1個12ドル。タイムハニー、レワ、レワハニー、カーヌー、カ、カヌカハニー、カーヌカ、面白い。1個8ドル、8ドル、かわいい。これだけ9ドル、うん。すごい、このニュージーランドのチョコレート、ウィッターズがこんな風に並んでるの初めて。これお土産でも買いました、いっぱい。空港でもこうやって売ってるんだ。はい、なんか本屋さんっていうか、なんか紅茶屋さんっていうか、素敵。これお土産にスーパーで買いました。ジェナちゃん、ありがとうございますね。はい、着きましたよ。はい、着きましたよ。はい、トカちゃん、しっかりね。マトウナウ。ん何見つけたの？マトウナウ。すごいね。マトウナウ。はい、16番ゲート。遠い。まだまだ遠いよ。ジェナちゃん、寝るかな？ほら、黒い飛行機。あ、黒い飛行機じゃん。オールブラックス。はい、じゃん。あの、今あの黒い飛行機飲んでよ。ダンジョイ。かっこいい。一通り落ち着いた。落ち着いたね。落ち着いたね。スマイルなの。お母さんでしたね。黒いじゃん。かっこいいじゃん。これから日本に行く長いフライトだけど、いっぱいね、これ見れるから楽しみだね。はい、ジュノちゃんは今授乳中です。離陸前です。ジュノちゃんバシネットでお父さんに寝てくれてます。さっき離陸の時はちょっとね、なんかグズグズしてたんですけど、こんな感じ。ママのとこからはこんな感じです。
ねえねえどこ、ねえねえいるねユニコーンキッズまた見てね。